ったらマジで自信ありますね。今日は16キロ、16キロプラ16,000クロスカントリーとクロカンを16キロやって、その後トラックで16キロ。まずは一つはそのクロカンで心拍と足にこうダメージ残した状態でトラックでしっかりいいテンポで走る、後半のそのマラソンのところで、マラソンの後半のところで足ちょっとダメージ来てるけど、しっかりこうリズムで刻むようなことがしたいなと思って、もともと逆だったんですよ。もともとはトラックやってなんか耐えるような感じでクロカンやろうって言ってたんですけど、そういうマラソンじゃないの今回したいな、後半しっかりテンポでリズムアップできるようなマラソンしたいなっていう話をしたので、今回ちょっと逆にしました。ベルリンも平坦なんで、とはいえ後半ね、足がダメージがある中でどれだけペース保ったりとかリズムで走れるかっていうのは本番大事になってくるので、ヒューストンはそれがちょっとうまくいかなかったので、今回そこをちょっとターゲットにできたらなと思ってます。準備できた、行きましょう。大丈夫、お願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、誰が16キロ16キロ考えたんですか？20キロ20キロをやれって言われて、マラソン博士に新足用でした。今回は前半16で足使ってとこで後半リズムで走るみたいなのをちょっとターゲットにしてます。なんでちょっと今きつそうなのは若干狙い通りでもある。狙い通りだけど、ここでペースを落とさずにいける。でも今順調にいってます。ミスターペースメーカーになってます、ね、なってる、完全めちゃ楽そうじゃん。しかも動きがめちゃいいじゃん、わかる、落とすだけみたいな。あの無駄な力を全く使ってない。体験筋の時できてたら多分もっといってたよ。ヘッドyou
がとうございました。新田とハイタッチしてで、新田と先にさせてあげればハイタッチがいいですか。疲れる。ね、すごい。いやーすごい。すごい。疲れ。ありがとう、新田も。素晴らしい。新田さんハイタッチ来ましたね。初めて、2年半で初めてハイタッチしてもらいました。でもね、ラスト戦ぐらいから今日ハイタッチいけるんじゃないかなと思ってた。でもそれぐらいあれっすよね、めちゃくちゃ粘った練習だったから、うん、今日やばかったっすね。いい意味でやばかった。引き迫る練習だった。マラソンのラスト5キロをイメージして声掛けしました今日。私にとってはそのハーフマラソンを2020年に日本記録を出した時にやはり、まあ、相性っていうかそのなんだろうな、ヒューストンの出す雰囲気っていう、ヒューストンの大会が出す雰囲気っていうものに、まあ、私がうまくこう合致できるんじゃないかなと思って横田さんと臨んだんですけど、ハーフマラソンのコースを想定してこうイメージつけてたっていうのが、まあ、ある意味私の中ではこう私も横田さんも、まあ、なんかこう作戦ミスだったなっていうのが、まあ、一番の反省点で、最後の、5キロがアップダウンのあるコースで、でかつ、給水が7カ所目までしかないっていうのが、まあ、私たちのちょっと把握してなかった部分っていうのがあったんですけど、とはいえチャンスだったところを私がつかめなかったのはやはり自分の弱さだったなと感じるし、だからこそそのヒューストンマラソンを経験して体感でしっかりこう全身でこう走れるような型崩れのしないフォームで最後まで走り切るってなったら、やはり今回この湯の丸を2ヶ月半合宿して、やはりここでのその感じたマイナスの部分をここで鍛え直せるっていうのはすごく私にとっては高ポイントだなと思ったので、まずその型崩れしない、後半必ず疲れてくる中でこうすごく息切れ、すごくこう呼吸はきつくても、でも走り方は崩れずにこう仮にアップダウンがあったとしても対応しきれるっていう体をここで作れるんじゃないかなっていうふうに感じてます。でも内心止めてよって思いました。なんか横田さんはマラソンという競技は練習では出し切るっていう練習はあまりしない方がいい、そういう意味では我慢してこうリズムよく終われるっていうか、まあ多少追い込んだなっていうぐらいで、まあ要は腹8分目じゃないですけど、そのくらいの力で終われることがまあ理想だよねっていうふうに話してて、だからこそ今日の練習は8キロから12キロがトップ、13キロか。あ、8キロから14キロまでがすごくきつくって、もう8キロの時に、なんかもうこのままでオーバーワークしちゃうって思って、なんか止
褒めてよって内心思ったんですけど、でも今日ありがたいことにともかちゃんも同じ練習についててくれたので、彼女がこういい意味で後ろからストッパーになってくれたので、こう離れようかなと思った瞬間、彼女がこううまくストッ後ろでストッパーになってくれたので、彼女も一緒にこうなんかこうペースを落とそうとしたので、それがいい意味で、あ、私が行かなきゃ彼女行けないやっていう感じの、まあ、危機感じゃないですけど、彼女の練習も損してしまうことになってしまうので、まあ、なんか私がせめて14キロ、彼女がいなくなるまでは垂れずに頑張んなきゃっていう気持ちになれたので、そういう意味ではこう、今日ともかちゃんが一緒のそのトラック練習14キロまで行ってくれて、本当に良かったなと思うし、ラスト2キロはもう垂れてもいいやっていう思いでやってたんですけど、ラスト2キロは思いのほか、呼吸割れてたんですけど、生き返りました。すごいですね。10キロから12キロがもう無理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 っていう感じで走ってて、そこからは、まあ、ともかちゃんがいるからっていう気持ちで、ラスト2キロは思いのほか生き返ることができたんで、その、自分としては、まあ、まずまずの走りができたかなと思うし、まあ、何よりも、プロカンとトラックの練習、どちらとも SL の方で今日はトレーニングできたので、そういう意味でもこうレーシング用である、まあ、匠戦だったりプロ3の力を借りることなくできたっていうことは、まあ、力としてはついてきてるのかなっていうふうに実感しています。横田さんともそれ話してたんですけど、一番は、やっぱりこう私が言い出した、今まで言い出したこれをやりたい、こういうレースをしたいっていうことに対して都度やっぱりすごくこう協力的なサポートがいたなっていうことがすごく感じていて、やっぱり私は常にこうお互いを高め合えれる関係、50-50の関係でいたいっていう気持ちがあって、それは所属先に対してもそうだし、各スポンサーに対してもそうだし、こうお互いこうなんだろうな、甘えられるだけの関係じゃ、頼られるだけの関係じゃなくて、まあ、それもあってもいいんですけど、お互いが成長し合える関係でありたいなって、特に今のその所属先だったり各スポンサーに対しては強く私が思っているので、かつクラブチームに対してもトゥーラックスに対してもそれを強く思っているので、そのためにはやっぱりこう まずっていうか、その私がこう常にこう戦わなければいけない基礎っていうものをやはり持たなきゃいけないっていうのがあって、その基礎っていうのがやはりこうマラソン、まあ、どの種目もそうなんですけど、タイムを持たないとレースでのコントロール、こう勝ち負けのコントロールができないんだなっていうのをすごく今までこう都度強く感じてきて、今こうポイント制で世界大会に出れるっていうのがあるんですけど、もちろんそれもこうポイントと勝ち取った人間がやっぱり、人間で勝ち取った選手がやはり強いっていうのは分かるんですけど、やはりなんだかんだこう記録を持っている選手たちがやはりレースを支配しているなっていうのを感じているので、やはり私はこうなんだろうな、日本記録を更新したいっていうよりも、改めてこう世界に立った時に、また立つ日が来た時に勝負できるような記録だったり、体っていうか力をつけておく必要があるなっていうのがあって、でそれはやはり私も望んでるし、各所属先やスポンサーだったりトゥーラップスもそれを望んでいるのかなと思うし、それはこうお互い成長につながるのかなと思っているので、私はまずやっぱりこう日本記録を出すっていう意味では、今後私だけが成長するんじゃなくて、こう私にこうついてきてくれた人たちが一緒にこう成長できるような、こう
近道を作っていきたいなと思ったので、まず日本記録更新というところを目指しました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。バイバイ。